きます。東京ヤクルトスワローズ八千亮太選手、読売ジャイアンツ高木恭介選手、オリックスバファローズ山崎総一郎選手、千葉ロッテマーリンズ角中克也選手、同じく田中康弘選手、同じく岩下大輝選手、中日ドラゴンズ京田陽太選手、東北楽天ゴールデンイーグルス島内宏明選手です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではここからはですね、皆さんにいろいろな質問をしていきたいと思うんですが、お手持ちのフリップありますね、そちらに質問の答えをまずは書いていただきたいと思います。ではどんどん行きましょうね。まず一つ目、皆さん石川県出身ということなんですけれども、石川県内の球場、まあこちらもそうですけれども、いろいろあると思うんですが、思い出の球場ありますか？石川県内の思い出の球場がありましたら書いていただきまして、その理由と合わせてお答えいただきたいと思います。まあね、県立野球場とかはね、一番金沢市内で夏の高校野球などもあって、皆さん思い出深かったりもするかなと思うんですけれども、まあ、皆さん能登の出身であったりとか香川だってあったりとか、いろいろあると思いますので、今日はね、いろいろ少年野球の皆さんも集まっていますからね、こんなに近くでね、選手の話聞けるの楽しみですよね。お、では早速ジャッジさんから聞いていってもよろしいでしょうか？ではお願いします。石川県立野球場、またどうしてですか？僕が高校生の時は多分石川県立球場と市民野球場で高校野球やってたと思うんですけど、やっぱり決勝もやる舞台ですし、はい、まあ、ここで試合して電光掲示板に名前を載せたいなっていう、なるほど、はい、そういう思いでやったので印象には残ってます。出身の高校は金沢西高校ですよね、はい、思い出やっぱりここですか？夏の高校野球をはじめ、そうですね、ここ、うん、むしろここしかないんです。ああ、なるほど、はい、ありがとうございます。では続いては高木選手お願いします。あ、石川県立野球場です。同じですね、はい、どうしてこの球場を選びましたか？まあ、高校3年生の最後の夏の決勝でここで戦って、はい、まあ、甲子園を決めたってことで、ここが一番思い出に残ってます。あの決勝ってすごく私も 毎年リポートしていて震える瞬間なんですけれども、はい、決まった時の気持ちって覚えてますか？いや、もう本当嬉しいっていうか、うん、すごい嬉しかったです。泣きました？あ、泣きましたちょっともう昔の記憶になっちゃってますねありがとうございます。では続いてまいりましょう。山崎総一郎選手、いかがですか？石川県立野球場です。どうしてですか？僕は高校は福井の方でやってたんですけど、それは関係なく、その小さい頃にその初めて野球プロの選手の役目に行った時に号砲で使われてて、はい、そうだったんですか。ちなみにその時のプロ野球の試合はどことどこの試合だったんですか？巨人と多分中日だったの、へー、分かんないですね。なるほど、そうですよね。高校の方は福井県の敦賀気比の方に進まれて、はい、あ、ここまで、はい、こちら、はい、ここまで3選手とも県立野球場ということでした。続いて琴ノ葉選手、どんな方がいいはい、またまた出ましたね。いや、てかこれ質問考えた人がちょっと悪いですねみんなこうなりますかね。この質問はひどいです。だって石川県のって言われたらどっちかしかないんですよ。だからこの質問はサクッといきましょう。サクッといきましょう、はい、では続いて県立野球場です。はい、皆さんそうなんですね。続いては県立野球場です。はい、来ました。サクッといきたいところなんですけど、僕はちょっと石川県出身なんですけど、はいはい、
高校がちょっと青森県の方なんで。そうですね、青森山田の方に進学されたんですよね。ちょっとあの石川県の球場で、申し訳ないんですけど試合はしたことがないので。なるほど、はい、ちょっとこれもあの質問の考えた方がちょっと、はい、あるよね、しょうがない。青森の方だですね。ありがとうございます。そして島内選手はいかがですか。はい、県立野球場です。はい、はい、ありがとうございました。まあね、夏の高校野球などね、大きなあの試合が行われるのが県立野球場というのがあって、皆さん思い出も深かったようです。では続いての質問参りますよ。皆さん今プロ野球選手としてご活躍かと思うんですけれども、子供の頃はどんな練習を具体的にしていましたか。今日はね、あの少年野球のチームの皆さんとかね、本当に小さいお子さんからたくさん来ていただいていると思うんですけれども、どんな練習、例えば自分の日課にしていたこととか、必ずこれはしていましたとかありますか。では八千代選手、整いましたでしょうか。お願いします。壁当てです。壁当て、具体的にはどんな風に。家の近くの公園とか駐車場とか の壁に向かって、ずっとボール投げてました。毎日たまに車が止まってるんですけど、車と車の間で壁当てして、まあ、当たったらすいませんなんですけど、そういう感じでやってました。なるほど。え、何回ぐらいやるとか目標あったんですか。そう、日が暮れるまでです。あー、なるほど。そっか、家の近くでね、できる練習が大事ですよね。はい、まあ、何でもいいと思うんで、うん、できる練習を続けることが大事なんじゃないですか。はい、皆さん、できる練習を続けることだそうです。少年野球の皆さん、聞いてますか。できる練習を続けることが大事だそうです。ありがとうございます。では続いて高木選手参りましょう。朝ランニングしてました。朝ランニング、はい、何時ぐらいに起きて。まあ、小学校とか結構早い時間に登校しなきゃいけなかったので、はい、まあ、6時ぐらいに起きて毎朝ランニングしてました。小学校の頃から朝ランニングされてたんですか。そうですね。すごい。え、ざっくりなんですけど何キロぐらい走られてました。まあ、3キロから5キロぐらいですね。朝ちょっと軽く汗を流してから学校に行く。そうですね、そういう感じで毎朝日課にしてました。毎日の日課、これ難しいですよね。でも意外に続けることって。そうですね、まあ、妥協したくなる時も多々ありました、ね、でも頑張って、まあ、何とかやりました。現在も続けていらっしゃるんですか。いや、今はもうやってないです。小さい頃が大事ですね。そうです、ね、はい、ありがとうございます。では続いてまいりましょう。山崎選手、壁当てです。お、出ました、壁当て。家のすぐ近所に、保育園の保育園がありまして、はい、そこにでかい壁があったので、そこでずっと壁当てしてました。壁当て、やっぱりもう日常を日課にするのが皆さん大事なようですね。そうですね、はいはい、では続いてまいりましょう。角中選手、はい、学校から帰ってランニング、ティーバッティング、マシンバッティング。おー、はい、このメニューのなんか理由とかあるんですか。理由、はい、親に聞いてください。これはやってないです、やらされてたんで。はぁ、はい、強制で、はい、毎日お休みももらえずに頑張ってました。以上です。ありがとうございます。では続いて田中選手。はい、素振りです。素振り、はい、これ何回ぐらい。500回くらい。すげえな。カモカモ。いや、これ毎日やってましたね。毎日、はい、これやってる時ってどんなこと考えてやるんですか。しっかり相手のピッチャーを想定して。へえ。頑張ってました。笑ってますけど。次行きます。はい、次行きましょう。次岩下選手ですね。キャッチボール。ああ、キャッチボール、お友達と。そうですね、僕あんまり練習好きなタイプじゃないんで、はい、楽しくできるやつがこれかなと。放課後とかお友達と一緒に。そうですね、親父も結構付き合ってくれてる。あ、そうなんですね。ありがとうございます。では続いては京田選手。は
はい、僕もヤチさんと一緒で壁当てです。あ、壁当て多いですね。はい、はい、ずっとやってました。大体ずっとっていうのは小学校の時からですか？そうですね、はい、小さい頃からずっと。野球を始めたのはちなみにおいくつなんですか？小学校2年生です、はい。なるほど。今日もね、小学校2年生ぐらいのお子さんとかもたくさんいらっしゃると思うんで、皆さんね、はい、この選手の話ちゃんと皆さん聞いてください。ありがとうございます。では最後に島内選手お願いします。はい、ウェイトトレーニングです。これ新しいですね。はい、ウェイトして、はい、やっぱプロテイン飲んで寝るっていうのが僕の小学校の時の、はい、小学校でもプロテイン飲んで。そうです、はい、小学校からもう本当に筋肉をしばいてました、はい、筋肉を痛めながら。はい、そうです。しごいて、はい、すごいですね。ありがとうございます、はい、では続いて皆さんが少年時代に憧れていた野球選手はいらっしゃいますか？多分皆さんいらっしゃると思うのでお書きください。いらっしゃると思うんですね。皆さんはね、今憧れの選手が目の前にいると思うんですけれども、こちらの選手8人の皆さんはまた憧れの選手がそれぞれいらっしゃったかなというふうに思うんですけれども、行きましょう。ベーブルースです。大きく来ましたね理由は何か本読んだとか？きっかけは小学校の時に、はい、やっぱあの歴史の、はい、ありますね、歴史の本の、はい、偉人たちの。そうです、そうです。それでベーブルース読んで、はい、すごいなと思いました。憧れちゃいました。憧れました。はい、ありがとうございます。では八千選手お願いします。僕は松井和夫さんです。どんなところを憧れて？当時内野手をやってたんですけど、あのやっぱり花があるというか、うん、どのプレーもすごいすごいプレーばっかりだったので、当時は、はい、すごい憧れてました。実際にそのプロ野球選手、まあ、石川県育ったと思うんですけれども、県外に行って見に行ったこともあったんですか？それはないです、はい、テレビでプロ野球の実況を見て、はい、なのであの同じグラウンドとかにいることもたまにあったんです。あのプロになって相手とかでいらっしゃったんですけど、はい、本当に夢のようでした、はい、それ夢ですね。ありがとうございます。では山崎選手お願いします。ダルビッシュ有さん。ダルビッシュ、今、はい、ダルビッシュ選手はねメジャーで活躍されてます。そうですね、はい、かっこいいですね。シンプルにかっこいいんで、はい、ちょっと前髪に似てるんじゃないですか？そうですか、ちょっと意識してるんですけど。意識してる、はい、どんなところがかっこいいなと思いますか？いや、もう全てですよ。球の球威と変化球の精度とか全てがかっこいいです、はい、やっぱり憧れる選手が実際にいる場合はテレビで見たりとか、はい、その技を盗もうとかっていうのも同じプロ野球選手同士で回ったりするんですか？そうですね、やっぱ盗めるものは盗みたいって思ってます、うん、はい、ありがとうございます。では続いて片中選手お願いします。はい、この2人です。あ、そうですね、まあ昭和生まれなんで、はい、自分らの世代はもう完全にこの2人ですね。あ、松井選手はね石川県出身ですけれども、実際にあのお会いしたりとか、なんかそういう機会とかあったりするんですか？いや、ちっちゃい頃に試合は見たことありますけど、はい、さすがに緊張して喋れないと思うんで会えないです。で今年夏の甲子園、あの始球式で松井さん投げられてましたけれども、その様子テレビとかでも見られました？いや、ヤフーニュースで知りましたそうだったんですね。でも同じ石川県出身で松井選手がいるというのはどんな感覚なんですか？いや、まあ、松井さんに関しては石川の松井じゃなくても日本の松井なんで、なんなら世界の松井かもしれませんね。またちょっと違うんで。あ、
ありがとうございます。そしてもう一人は一郎選手ということでした。では続いて田中選手、あとの4人も松井秀喜さんなんで。いいぞ。聞いてない聞いてないね。全然聞いてない。松井秀喜さんです。松井秀喜選手ありがとうございます。すいません、松井秀喜選手を選ばれたのはやっぱり同じ出身というのもあるからですか？そうですね、みんな石川県出身なんで、はい、はい、この人しかいません。この人しかいない。はい、ありがとうございます。では続いて誰だ、誰だ、誰だ、わかんない。続くっすね、まとめた、終わった、まとめました。では続いての違う選手に、松井さん、え、全員ですか？全然話聞いてない。全員ありがとうございます。ひどいですよね。やっぱり松井秀喜選手は強いですね。では続いての質問に参りましょう。今皆さんはプロ野球選手だと思うんですけれども、逆にプロ野球選手になっていなかったとしたら今何をしていたかなと思いますか？プロ野球選手以外の実は夢もあったんだよなんていう場合の方もいらっしゃいましたらお書きください。かわいそう。はい、では八千選手から参りましょうか。高校の先生です。またこれはどうしてですか？いや、まあ、単純にずっとなりたかったっていう、はい、ちなみになんか教科とか高校の先生で専門性あると思うんですけれど、あの僕体育の教員免許持ってるんですけど、そうなんですね、はい、あの体育の先生になりたいなと思ってずっとやってました。そうだったんですか、高校教師、はい、もしいたら多分すっごいあの生徒たちから人気ありそうです。ぜひなりたいです。なりたいです。ありがとうございます。続いて高木選手お願いします。海上保安官です。またかっこいいですね。どうしてですか？いや、結構前にドラマで海猿やってて、やってましたね。それでちょっと海上保安官に憧れてました。海猿覚えてますか？知らなかった。海上保安官、あ、制服かっこいいですよね。いや、まあ、あのガタイとか折れました。わかります。ありがとうございます。では続いて山崎選手お願いします。バスケット選手ですかね、はい、競技が違うんですけれど、バスケットですか？でも小中高大好きでずっとやってたんで、学校で、はい、へえ、ぐらいですかね、はい、バスケット、バスケット、へえ、そうなんですね。でも少年野球は小学校の頃からしていて、してましたね。そのバスケはその休み時間とかに、はい、放課後とかね、はい、やってたんで。そうだったんですね。わかりました。ありがとうございます。では続いて角中選手お願いします。はい、ゲーマーです。ゲーマーですか？はい。ゲーム好きなんですか？そうですね。ゲーム大好きで、今すごい e スポーツっていう。スポーツじゃないとは思うんですけど、ゲームがすごい流行ってるんで、多分野球選手じゃなかったら、はい、目指してたと思います。ちなみに好きなゲームの種類とかあったりしますか？好きなゲーム、うん、いや大体好きっすよ。いろいろ過去遡っても、はい、そうですね。ウィニングイレブンなんかはよくネット対戦やってます。ネット対戦、結構なゲーマーかもしれないです。今日家帰ってこれからスマッシュブラザーズをやりたいと思います。意外な趣味を知りました。ありがとうございます。では続いて田中選手お願いします。はい、学校の先生です。お、学校の先生来ましたね。はい、何の教科の先生とか、小学校、中学校、高校？いや、何でもいいです。今不安定な仕事なので安定した仕事が欲しいなという。安定求めて、はい、安定を求めです。以上です。ありがとうございます。では続いてまいりましょう。山下先生、右に同じでよろしくです。先生です。右に同じで教員です。教員、なんかそれは同じく安定を求めてなんですか？お堅い職業をしたいな、やってみたいなと。手堅く、手堅く、
教科とか何かこれ教えてみたいとかありますか？勉強はできないんで体育一本で。体育ね、体育の先生もね人気でそうですね。ありがとうございます。では続いて京田選手お願いします。僕は勉強が大嫌いなので、はい、スポーツ選手に違うスポーツを多分やってたと思います。やっぱり体を動かすことはすごく好きですね。そうですね、はい、体を動かすことしか取り柄がないので、はい、何か違うスポーツをやってました。なるほど、はい、分かりました。ありがとうございます。では最後に島内選手にお聞きします。はい、コンビニの店員ですね。僕はいろんなバイトしてきましたけど、コンビニの店員はやってないんでね、ちょっとやりたいなと。はい、ちなみになんですけれども、いろいろなバイトをしてきましたとおっしゃってましたけれども、どんなバイト、言える範囲でいいので教えてください。プールの監視員とか。はいはい、はい、ちょっとあと言えないやつもありますけど。あららら、はい、あとで、あ、なんないっす、はい、なんないですか。ありがとうございます。ではここでそろそろお時間参りましたので、最後の質問に参りたいと思います。今日たくさんのね来場されているお子さんいらっしゃると思うんですけれども、子供たちに一言メッセージをお願いします。きっと野球選手になりたいね皆さん。次こっちからでいいですか？あ、いいですよ。はい、直接喋ってもらいましょう。書かなくても大丈夫です。それ初めて。やっぱり頑張れって書こうと思ったんですけど、本当その一言しかないです、僕からは。はい、僕は、考えすぎないこと、シンプルに野球をやってほしいなと思います。実体験です。はい、考えすぎない方がいいプレーができると思います。はい、深いですね。僕は飯食ってしっかり、体を大きくすることがまず大事かなと思います。ちゃんとご飯食べてね、それが体を作る基本ですもんね。体力は技術を補えるんで、そこは頑張ってほしいなと思います。ありがとうございます。僕は野球を楽しむっていうことをまず第一に考えてほしいと思います。以上です。はい、野球選手になりたいんだったら、ちっちゃい頃からバット毎日1000回振ってればほぼほぼ慣れます。それで慣れなかったらよっぽどセンスがないです。そうだね。僕からはその夢は大きく持って頑張ってほしいと思います。はい、まずやっぱり野球を好きになってほしいですね。まあとにかく頑張れって言ってます。頑張る、この一点につきました。はい、ありがとうございました。たくさんの質問をさせていただいてどうもありがとうございました。今一度皆さん大きな拍手をお送りください。